さあ皆さんどうも K です。今回はですね、またサブチャンネルの買い物コーナーでこれを買ってきたのと同時にですね、いろいろ買ってきたので紹介していこうと思います。見てください、じっくりと。まあ、ちょっと小物が多いんでね、その小物に関する話が多くなると思いますが、まあ、ゆっくり見ていってください。はい、買ってきましたカルコン BFS。 まあ、これはね、いつも通りしっかりぐっちり楽しみたいなと思っているんですので、ベッドでいつも通りね、動画を上げようと思います。はい、中身ちょっと見とく。中身こんなのに入ってます。ちょっと箱が違うね。なんか変わったのかな、シナノの箱。ちょっと変わったね。で、オイルは入ってないのかな。はい、こんなんです。ちっこいでしょう。いやー、これね、これもまた言いたいことがあるわけ。ぜひ見てください。おー、いいね。このスプール回転見て、いいでしょうね。じゃ、これはまたちょっと紹介したいなと思います。はい、お楽しみに。メインチャンネル、メインチャンネルじゃない、こっちのチャンネルの方であげますね。はい、よろしくお願いします。で、買ってきたものちょっといろいろ紹介していきたいなと思います。フックが多いんですよね、今回。っていうのもですね、今度まあ離島に行こうということもありまして、いろいろ買ってきました、そのためにね。で、あと、まあショアジギング、最近ちょっとショアジギングやる機会もあったんで、そこで、あ、これ欲しいなっていうものがあったんで、それも含めて購入してみました。まずこのスプリットリング、ジャンプライズのね、ゴリラリングっていうやつ、なんか大量に入ってるやつ、どうせいっぱい使うことになるから、ゴリラリング大量に入ってるやつを買ってきました。はい、サイズは5番です。もう一個上の6番もあるよ。6番サイズも買ってきました。はい、これもね、めっちゃでかいリングです。はい、書いてるね、これ、大型青物キハダ GT とかに行けるっていうね。このキハダ、まあ大型青物はもちろんヒラマサですし、あとカンパチか。カンパチはちょっとやばいからね、まあヒラマサかな。で、カンパチ、キハダ、GT っていうところは、今後ね、今年はちょっとまだ無理かもしれないけど、来年以降ね、機会があれば、チャレンジしていきたいなと思ってるターゲットなので、非常に楽しみなんですね。はい。というわけで、まあ、とりあえずこの2つ。そして、まあ、ちっちゃい針から言っとく。これです。これどこの針なのか。BKK ってやつ。これはですね、ダイソーの VJ みたいなやつ、VJ が売ってなかったんで、その時にダイソーのやつをいっぱい買ったんですね。ただ、さすがに純正のまま使うことはまあ危険なので、まあ釣れると思うよ。釣れるとは思うけど、なんかせっかくかけたやつを、ああ、フックが曲がったとかで逃がしたくないじゃないですか。てか、その逃がしちゃう可能性を減らしたいということで。まあ、純正フックよりは絶対強いでやろうというね、12番これ用意しました。はい、ね、本当はね、ガマカツの MH の12番が良かったんですけど、ないんですよね、僕の言ってる釣り具屋さんでは。ないよ、ドン。はい、もう定番ですね、カルティバ、カルティバの ST66 の1番を買ってきました。これはですね、ラッシュダイブっていうプラグがあるんですけど、僕結構好きでね、140mm のちょうどね、このこれサイズのプラグなんですが、それにつけるためのフックですね。フック1本 2.2g っていうめちゃめちゃ重たい重量です。はい、これです。そして、もう一個あった、もう一個ありました、これフックですね。まあ、消耗品関係ですね。これね、やっぱり非常に重要ですから、消耗品って。フックでしょ、シンカーでしょ、まあ、こういうスプリットリングとかそういったものとか、あとスナップとか、まあ、ラインもそうか、結局一番買ってるのこういうものかもしれんね。次はこちら、さらに下のサイズ3番サイズですね。これはシアンメタルバイブだったかなっていう、ジャッカルが出してるシアンっていうブランド、ロックショアのブランドかなに使ってるメタルバイブのフックが3番だったはずので、これ買ってきましたですね。で、プラグとかにも使えるから、ロックジャークもこの3番じゃなかったかな、2番だったかな、ちょっとそのあたり、まあ使い道は全然あるんでね、
次はこれ STX の58-10、これ買ってきました。10ね。でこの10は、バレットブルです。バレットブルの130につける STX58。そのフックですね。ちょっとバレットブル130の方は結構使ってて、使用頻度が高くてフックがだいぶこれ来てるなっていう感じなんで、はい、それの替えようですね。であと僕ララペンの150ってやつも持ってるんですよ。でそのララペンの150にもこれをつけようかなと思っております。ですね。でさらにまだあります。今度これ別注平正、はい、別注平正の160のフローティング、それにつけるためのフックです。これ ST の66-20です。これを買ってきたというやつですね。これでちょっとプラグ関係のフックを見直して。190mm サイズとか 200mm サイズとかは、僕が行くようなフィールドだとあんまり使用しないことが多くて、そんなにまだ大丈夫なんで、とりあえずこれを補充しておきました。そしてそして次はこちら、またフックなんですけど、これ今度こそ前回ね、IMZ と一緒に買ってきたんだったかな、アンタラス DC と一緒に買ってきたんだったかな、磯で平鈴木を狙うときに僕割とブレードとかも使うんですよ。で何ブレードだったかな、シマノのブレードルアー、ラッシュダイブじゃないし、それはもうトップだ、このぐらいのめちゃめちゃちっちゃいのに後ろにブレードがついてるやつ、ちょっと名前が全然出てこない、あれについてるフック、あれが小さすぎるんですよ、磯で使うには。伸びちゃうんですよね。なんとかしないとなと思ってたところで、あ、そうだ、シングルいいんじゃねっていうことで、前回買ってきたんですけど、ここのね、リングの位置が逆で、当然ね、スプリットリングをかまして、フックをつけるわけじゃないですか。フックが変な方向を向いちゃうっていうね、そういう感じになっちゃったんで、今回はちゃんと買ってきました。はい。で、これ、ライトジギング用で、こう、なんていうかな、こう、軽く紐が出てるんですよね。アシストタイプって言ったらいいのかな。でこれにすることでジャンプした時もなんかちょっとバレにくいんじゃねっていう希望のもとですね、買ってみました。多分ねちょっと大きいと思うんですよ、フック自体は。まあ、ただこれはものの試しなんで、ちょっと勉強がてら試してみます。これもね欲しいなと思っててずっと買い忘れてたものなんですけど、こちら流儀のシングルフックストッカー2ってやつ、これね初めて買ってみた。はい、多分持ってらっしゃる方ね、かなり多いと思うんですが、僕はこれ初めてですね。いつもなんか何だったかな、このぐらいのちっちゃい小物バッグにもう全部バーってまとめて入れちゃってて、こんな1枚1枚収納するのは初めてなんですけど、これもね最近磯で動画にはしてないんですけど、適当にね餌を持って行って、まあ、スーパーの魚の切り身とか持って行って潮が動かない時間帯とかに虫ヘッドとかにつけてやってるんですよ。でそれを使う時に、まあ、釣れて楽しいんですけど、フックの管理がねもうあったかな、ちょっと今畳んじゃったけどもこれフィッシングゲートの袋なんですけど、その袋のまんま持って行ってる、さすがになんか管理しないかなということでこれ買いました。はい、こんな感じですね。この色はめっちゃいいと思う、ちょっと流儀のロゴがでかいかなって気がするけどね、ここにピッて入ってるぐらいが良かったんだけど、まあでも全然こんな感じだよね。おお結構入るね、それを増量するやつ、増量するやつ買ってきました。そして、まあ、次からプラグですね。さっきバレットブルがどうのこうの言ってましたけども、僕実はでっかい方持ってなかったんですよね。はい、でっかい方も買わなきゃいかんだろうっていうぐらいバレットブル非常に使用頻度高いのでバレットブル買ってきました。これめっちゃいいんですよね、操作するのも楽しいっていう。であとぶっ飛び、爆発的な飛距離を生み出す次世代重心移動システム、マグバレット、
魚がルアーを認識しやすい水平姿勢でフッキング率アップ。そうなんですよね、先日もこれでねまたどでっかい青物がバージーン食ってきまして、まあこれじゃないけど130の方だけども食ってきまして、バレットブルがまた好きになっちゃうっていう、はい、いい仕事するねー言える。はい、ちょっと見てみましょう、これね、うおいいね。重さこれ何グラムだったかな、あ結構重たいね、80g、 おお80g なんやこれで、うん、いいね。これはまた離島でも使えそうだな、バレットブルね。はい、そしてまだあります、こちらラピード、いや今更買いっていう感じなんですけど、超定番モデルですよねラピードって。これ買わないかんでしょ、実は持ってなかったっていうね、なぜか一番でかい230のサイズしか持ってなかったっていうやつなんで、今回これ購入したのが160ですね、160mm の 50g、 これ買ってきました、ね、操作するという本当の意味、うん、操作する楽しさがあるというペンシルですね。いいね、色は血みどろイワシです、 この色いいよね、うん、個人的には好きなカラーです。裏はこんな、これとで、まあ、次ラストかな、やっぱ小物が多かったね。これです、ででんと、これは、パームスのラッシュダイブっていう、これまた大ペンなんですけど、これのね180とさっき言ったこのフックをこれね使うための140っていうサイズを持ってるんですよ。で180も140も素敵な泳ぎするんですよね、多少ね海面が荒れてようと波立ってようと風とかでザワザワしてようが綺麗にアクションできるっていう印象が僕の中ではあって、あんまりね大ペン操作するの僕そんな上手くないんですけど、いやそんな中でもね、ああこれ使いやすいなと思ったんで、じゃ まあ買ってくるかということで、これで、140、160、180コンプリートですね、だんだん増えてきてるって、こうなってきたかっていう感じでしょ。でそれらを入れるボックスも買ってきちゃったね。これに、まあ、これ 200mm サイズとかのプラグも結構持ってるんで、そういうのもここにバーンとぶち込んで、はい、釣りに行きたいなと思います。まあ、この中に全部ね入れて持っていくわけではなく、まずここに入れておいて、この中からフィールドに合わせて、ちっちゃいボックスに入れて持っていくという、そんな感じでねやっていこうと思っています。はい、というわけで、カルコン BFS はまた動画作りますんでね、そちらをお楽しみに。でこれらを使って離島のモンスター攻略していきたいなと思います。で当然これ 160mm クラスですけど、190、200とかその辺りも持ってきますし、それを投げられるタックルもちゃんと持ってるんで、まあでかいのももちろん釣りたいけど楽しみたいね、うん、というわけで今回はカルコン BFS と、まあ、正直系になるかな、はい、お買い物でした。それではまたお会いしましょう。 K でした。